初めてラーメン二郎に行った大学生の様子をご紹介したいと思います。最近二十歳になったので大人の階段を上りに来ました。予備知識は量とニンニクが多いことと、残したら殺されるということくらいです。1時過ぎでしたが結構並んでました。結構ショーっていうだけなのに緊張しました。食券を買って席に着きました。でかいバッグで来なければよかったと後悔しましたね。ニンニク少なめ、油少なめで、なんていうのが正解かわからなかったので前の人のをパクりました。ラーメン到着。俺ショーって言ったよなと疑う量の多さでした。味はめっちゃ美味しいが、食べた瞬間に胃が終わることも確信しました。腹の限界を超えてなんとか食べ終わりました。ショーと言っても普通のラーメンの倍近くあるように感じました。胃のために黒ウーロン茶を買いました。しかしこの胃もたれが翌朝まで続くことを彼はまだ知らない。